でこれは萌木さんのなりたい見られたいっていうイメージを明確に見える化するため の、 あのカウンセリング方法なんです、はい、でまあ、これであのこうやって分かったからといってどのヘアスタイルが似合うかっていうのとはまた別物で、うん、あなたが本当にこうどんなイメージになりたいのかなっていう、はい、それが分かるっていうことと、と同時にこんなイメージは嫌だなっていうのが見えてくるっていうのが、このいろいろこうチェックしてもらったでしょ、はい、知的とか都会的大人なっていうのはどっちかっていうとこのオーソドックスな世界の、僕が分析した通りの性格的思考としてはちょっと落ちていた感じの方が好み、はいはい、でもあの萌木さんの実際 の、 あの衣装とかそういう雰囲気とかいうのはあなたがつけてる通りモードシャープっていうことでクール系の世界を憧れてるんです、はい、それでもかといってその格好に本当にしちゃったりすると多分なんか落ち着きがないかもしれない。そういう格好したことあります？普段そういう格好してる？いやモードな感じっていうか、あ、そうですね、確かに憧れって持っていて実際にはまだ手が届いてないっていうような感じですね。なるほど、はい、うん、だろう、あの外見的要素は誰でも今当たり前に似合わせることができるんだけど、その相手の気持ちをあの考慮してっていうか、まあ僕的には心の似合わせっていう言い方をしてるんだけど、まあそういうふうなところでこういうの書いてもらったりしてるんです。はい、まあ、実際やってみないと分かんないけど、はい、正直言うと、はい、まあ、実際鏡の前でじゃあどんなふうにするかっていうことを、じゃあうちのカナリストのと一緒に、はい、相談しましょう。はい、頭の形綺麗ですね。そんなことないです。本当ですか？今の髪って気に入ってます？ちょっとこの下長さは好きなんですけど、ここら辺がブワっていつもなるのがシャツになります、はい、あのフルチェンジマイナーチェンジって言ったらフルチェンジマイナーチェンジどっちがいい？フルでお願いします。え、フルでお願いします。まあ行き過ぎない程度ですね、はい、今ね何してるかというと、はい、目の高さとか大きさを確認してるの、はい、そうすると、はい、今こうやって降りるでしょ、はい、そうすると、はい、右目の方がちょっと高い位置にある。それ分かっててちゃんとここで分けてるのかなと思って、勝手に分かれるんですよ、ここから勝手に、はい、じゃあここは意図的に分けましょうよ、はい、ありがとうございます。こっちから分けると、はい、あるいは例えばこっちから分けると、はい、印象が全然変わってくるんですけど、はい、でこれこれ真ん中の奥でしょ、はい、そうするとどっちかというと鼻筋がこっち側に曲がる、もう本来なら、はい、まあ、右目の方が位置高いから、はい、こっちから、はい、こっちへとなんだけど、はい、この鼻筋がちょこっと右に、そうするとこっちからこうやるんだけど、はい、それはどっちもなんて言うんだろう、本当は狭い方から広い方へとか高い方から低い方へってこういうふうに分けてあげた方が似合わせやすいんですよ、はい、似合わせやすいしで、はい、目の高い方が表情も豊かだから、はい、かなりこう活発な印象っていうかいい印象を与えることができる。で逆も言えますよ、はい、あの低い方から高い方ってこうやると、はい、あの嫌な印象を与えることができる、はい、会いたくない人とはこういうふうにあげればいいっていう、それで使い分けるっていう可能性もありますからね、はいはい、一応余談だけど一応そんな感じで見てます。はい、初めて聞きました。全部一緒だと思ってました、うん、いやみんなそれ意外と気づいてないんですよね、はい、でもここでこの辺でやった方がなんかすごく首筋も綺麗に見えるし、はいはい、まあ、基本的にはまあ、ショートボブっていうか、まあミディアムボブぐらいの形 で全体にここが膨らまないようにこっとこうすぼむようにレイヤーを入れて、でこの前髪もちょっとこうもうすでにこう短いところあるんだけど、もう部分的に短いんですよね。あ、はい、ここがちょっと上がりすぎるかな。
ちょっとこう降りる感じにしましょう。優しい感じ。はい。はい、かねちゃん、みちおさん、まあ、いつも僕やってるような、はい、縦スラ系のボブで、ちょっとこうやって動かして、こう前髪もこういう、こういう感じになれば。はい、わかりました。いいかな。だからこの辺に、なんかちょっと入ればバンバンとか、来たらどうだろう。逆に違うハイライトで、はい、内側のところに明るさが来るように入れると、はい、ナカラ的な雰囲気を、そうですね、あ、すごい、それいいかも、新しいカラーです、はい、楽しみです。で、表面の部分に来るハイライトのイメージなんですけど、はい、まあ、内側だとベースとハイライトの色の差がこのぐらいです、はいはい、で、表面っていうのは本当に微妙な差なんですけど、若干このぐらい明るさがあるだけでも、はい、全然全体に来ると明るく見えてくるので、はい、分かりますかね。はい、うん、すごい分かりやすいです。で、内側に来るのはちょっと明るいので、こういう筋の部分が来ると、はい、まあ、この明るさが溜まってきてチラッと見えるところが明るいのが出てくるので、全体的にベージュな感じで柔らかく仕上げていきます、ね、はい、あ、はい、ありがとうございます。じゃあ、ここ、じゃあそんな感じで、はい、今ここの明るさがもうちょっと短くなって、うんうんうん、この辺に来るってイメージしてくれると。で、分け方もあんまりいつもの自然な感じだとそれこそオーソドックスな雰囲気になっちゃうので、はい、ちょっと右寄りに、はい、意識的に、はい、こうやってれば自然ともうここで分かるようになってくるから、はい、ちょっとすごい毛量強いなんかこんな感じのイメージにしてもらえばいいかな。じゃあ基本的には肩上、顎下ぐらいで、はい、ここにね、インナーカラーみたいな感じで入れたいので、はい、ちょっと長さを残します。はい、じゃあ行きましょう、はい。見えるかな。前まで切っていいですか。はい。毎月カット行くんですか。あ、いや。毎月してないですよね。はい。これいつカットしたの最後。最後は11月の末です。11月だ。はい。で、カラーは。あ、カラーも入れました。あ、その時に。はい。ちょっと暗めにしたんです。うんうん、前下がりっていうわけじゃないんだけど気持ち、はい、前下がりじゃないじゃないけどけど前下がり風な風、はい、はいはい、一番好きです。あ、本当に、はい、よく分かるように残り5ミリぐらい、はい、あ、やっぱね、基本はクールな世界憧れてるから、はい、同じフェミニンでも、はい、まあ、前下がりにするっていうことは気持ちいい、はい、多少のその要素をちょっと入れようかなと思って、あ、そこに出てくるんですね。じゃあレイヤーやります。
ちゃんとブローします？洗った後してないです。してない。はい。でもジャーザーちゃんと乾かしてくださいね。あ、はい。いつもブワーって乾かしてます。ジャーザーで。ジャーザーが乾いてたら問題ないですよ。じゃあ。じゃあ朝は普通に一応ブローする。でも朝は、ちょっと濡らしてオイルしてそのままです。なるほど、はい、そんな時間かけない。そうですね、これ減らすっていうの内巻きになりやすいように、あ、うん、自然にこう中に入るっていうかね、はい、あんまり外にはならないですね。この長さはね、はい、無理やりやらないと外はねにならない。あ、風についてきたら外にはねるかもしれないけど。はいはい。生え方で変わるんですね。知らなかったです。これから始めます。はい。ブローってどういう風にしたらいいとかありますか？手で引っ張って乾かせば十分です。はい、ザーッと乾かして、はいはい、あとは下に引っ張る。下に引っ張る。引っ張って、はい、引っ張って引っ張って乾かす。あ、そうすると開バーって開かずにストンって落ちる感じの。そうそうそう、うん、あ、もうそれだけで大丈夫ですか？それだけでいいと思いますよ。後ろの量そんなに毛量多いですか？多い、半端なくですよ。横はそうでもないですけどね。あ、そうなんですね。知らなかったです。全体的に多いのかと思ってました。うん、こんなに量減らしたことなかったでしょう。はい。だって毛先しか減らしてなかったもん。そうですね。毛先だけじゃね、髪の毛が動かない。はい、ああ。これ根元から満員電車と同じで、はい、満員電車だと倒れないでしょ、揺れても。あ、はいはい、スカスカになると倒れちゃ う、 あ、そうなんですね、これと同じで、はいはい、根元付近近くになる。でもここは根元からやっちゃって立ってきちゃうから危険だから、細かいので、はい、ちまちまやってますけどね、はいはいはい、この辺後ろの方はもう見えないし出てこないから大胆に削った方がいい。このままやるともう完全にクールな印象になるから、はい、最後仕上げにちょっとこう鼻刺したりとか動きやすくなるから、はいはい、今日みたいなアイワンピースだったらちょっと毛先にアイロンで巻いて、アイロンで巻いたりとかします？ああ、あんまりやらないです。やらない、やらない。でも持ってます。持ってたら活用してください。はい。まあ、デニムとかね、履いた時は、はい、もうこのままストーンとした感じの方がかっこいいです。はい、毛量かなり減ったと思いますけど、はい、髪の毛も動きやすくなるし、はい、でこのままシルエットこのスーッと入り込んでくる、こういう感じだと最初のクールな願望があったけど、そのイメージも作れるし、うん、であとちゃんと乾かしてちょっとここでアイロンとかひょんひょんと巻くと、うん、フェミニンな印象にも持っていけるので、うん、ただし反対には分けないでくださいね。はい、この長さが違うからバランスが崩れてくるので、うんうん、必ずここで分けて、はい、よし、じゃあこれから、はい、から入りますので、はい、カット終了。では全体的に細かいこうハイライトを表面の部分に塗っていきますね、はい、で内側の部分、いつもこう普段耳かけたりしますか？あ、はいはい。そしたらこの耳かけた時にちらっと明るさが見えるくらいの部分をちょっとわざとこういう風に作っていきますね。はい、はい、でこの上の部分はナチュラルなハイライトを入れていきます、うん、で全体的なベースは、まあ、柔らかくベージュなんですけど、あんまり黄色っぽい感じにならないように少
少しだけアッシュ系なお色味を入れて、はいはい、柔らかい表情になるようにできます、はい、ここをさ、これポイントにしておく、うん、根元からじゃなくて途中からここグラデーションフォームをしよったって、うん、ここにつながっていく、はい、そこにちょっとハイライトが赤いのがあったらいいかな、かっこよくなる。わかりました。入れさせていただいてる表面のハイライトっていうのは、はい、ベース全体塗っているお色味から、はい、ほんの少しだけ明るいだけなので、はいはい、伸びた時に気になりづらいっていうのがあるんですよね、はいはいはい、いつも一色染めでカラーしていると、はい、まっすぐな感じで黒いラインができると思うんですけど、はいはいはい、そういうのがこうボケて飛びてくるので、はい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 、気になりづらいっていうのがありますね。そうですね、うん、確かに。あと顔周りにちょっと数本、うん、はい、こう白いのがあると思うんですけど、はい、そういうのもこうボケてくるので、あ、いいですね、うん、はい、内側のところの明るいのはやっぱりちょっとブリーチ剤を使って色を少し抜いてるっていうのがあるので、はい、まあ、伸びてきた時は気になりやすいんですけど、はい、うん、毎回毎回ブリーチをして明るくしなくても、あ、色を入れるだけでも、はい、ここ楽しめるので、はい、いろんな色に挑戦して、はい、いただけると嬉しいです。1ヶ月ぐらいでもうすぐ、うん、あ、伸びてきたって気になったりしますもんね。そうですよね、はい、まあ、今濡れてるからこの辺はよくわからないかもしれないけど、後で乾かしたらヘアカラーをチェックする光の部屋があるので、そこで後で見ましょう。とりあえず乾かしてから、はい、上からね、こうやって風を真下に落とすようにこうやって乾かしてください。こうやって乾かしたけど、まっすぐ伸びてきた。もうこれだけで、ね、ベースになる形はもうこれで完成します。いや、うん、一応これベースカットの仕上がりね。このままでもいいし、うんうん、あのパンツ系とかだったら、はい、こういうストレートタッチの方がかっこいいかも。ちょっと雰囲気作り、これ丸めるんじゃなくてカーブをつける感覚で、はい、ストレートだと割とクールな、はい、あの印象になるけど、ちょっとこうシーカール程度のカールをつけることで、はい、ナチュラルなちょっとフェミニンな雰囲気に持っていけるので、はい、こういうのスプレー系のワックスを中に入れる、はい、うん、バーッとつけたら、はいはい、あとは
ガシャガシャって壊す。はい。で中で結構絡まって髪の毛が馴染んでる、うんうん、来てるから、はい、あとそれをシュッシュッってやって、ちょっと耳かけるかなんかしてあげると、はい、ここのちょっとここにクールな印象を与えつつも、はい、こういう羽のところからがちょっと女性らしい雰囲気を出してるんじゃないかなと、はい、左右耳周りの部分に明るいハイライトを入れてます、はい、で表面の部分はナチュラルのハイライトなので徐々にこう明るさのこう細い筋が出てくる感じになってます。なのでこういうところ耳かけるとイヤリングしてるような感じでこうおしゃれを楽しんでいけるかなと思います。今みたいなカールがついてると柔らかい雰囲気になります。ちょっとテープやるとこんな感じになるんですよ。なのでできるだけこういう風にやってくれると嬉しいですね。はい、こんな感じ。全然違いますね。あんまカールはつけない方がいいんです、はいはい、ちょっと毛先にカーブ、まあ、シーカール程度の動きがあれば素敵だと思います。はい、こんな感じ。はい、ありがとうございます。